雪山での山岳救助の訓練遭難者移送用に使用される典型的な単価山岳救助とは、登山等で何らかの理由により山岳部で遭難をしたものを捜索、救助する活動である。本校においては、概ね日本での事項について記載する。通常は、ふもとで救助隊を編成し安全なルートから救助に入るが、対象者の位置が不明な場合は、 複数の捜索隊を編成し、登山届や携帯電話の位置情報をもとに捜索を行う。上空から要救助者を捜索し、医療機関に搬送する時間を短縮するために、ヘリコプターを用いることが多い。着陸するスペースがない場合には、ホイストで救助員が降下し、担架等に乗せてヘリコプターに収容する。気流や天候の乱れが多いため、 ホバリングさせるのが困難な場合が多い。警察や消防のヘリが動員されるが、警察は、警ら活動、犯人追跡、消防防災ヘリコプターは、空中消火、救助活動、救急搬送、災害地の被災画像転送などの任務も、併任しており、山岳救助に特化している例は少ない。登山者が多い山では、民間企業が自治体から、 救助業務を受け負っていることもある。国際的な団体として、国際山岳救助委員会がある。遭難者を移送する訓練日本においては、警察の山岳警備隊、消防の山岳救助隊、航空自衛隊の航空救難団、救難隊、地理に詳しい消防団、山小屋や山岳会などで構成する、山岳遭難防止対策協会等が、救助活動を行っている。 警察は警察法、消防は消防組織法に基づいて遭難者捜索を呼び、救助活動を行っている。自衛隊は自衛隊法に基づき、都道府県知事の災害派遣要請等を受け、捜索、救助活動に参加する。遭難の通報は110番にかかってくることもあれば、119番にかかってくることもあるが、110番にかかってきたから、 警察が動くわけでも、119番にかかってきたから、消防が動くわけでもない。発生地域や気象、部隊配置を検討して、より適当と思われる部隊に出動命令が下り、その他の部隊も必要に応じて、次の命令に備え出動準備を行っている。滋賀県の消防防災ヘリコプターによる、山岳救助の霊山岳警備隊は、 都道府県警察の地域部またはそれに相当する部署に属する警察官で構成される。救助要請数や地理事情により各都道府県によって編成、運用方法に際がある。警視庁や埼玉県警察などは人口が山回市警察署より遠い山間部の集落に複数の駐在所と交番を配置させ普段は駐在所で 通常の警察業務として、ケーラや登山届出書の受付、地域住民との交流をこなし、それらが連携し山岳警備隊を編成し、要請があった場合には、出動を行う。刑事、交通、生活安全事案など、通常の警察業務の対応、花火やバーベキュー等のレジャー客のトラブルへの対応、等、少ない自民で、多種多様な事件を処理しなければならないため、 隊員を兼務する、駐在所員は一定の経験と知識がなければ、務まらない。さらに、山岳事故の前線本部として、自治体、消防署、各駐在所と本所の担当部署と、上級部署との連絡、調整を取りまとめ、時には現場からの要請に基づいて、ヘリコプターによる救助を要請し、時には、事件性の有無を判断し、関係者全員に対して、 事情聴取を行い報告書を作成、提出し、時には、行方不明者の家族や、所属組織、死亡事故の被害者遺族への連絡対応を行い、複数事案があった場合は同時に処理をしなければ、ならない。警視庁大梅警察署奥多摩交番の所長等は、有能で、激務に耐えられる人でなければ務まらないと言われている。三千メートル級の飛騨山脈を抱えている富山。 岐阜、長野の三県警は、主に下記に、専門部隊を配置している。警視庁は、第7機動隊に、山岳救助レンジャー部隊が設置されている。ヘリコプターによる救助は、都道府県警察航空隊が対応するが、複数機が配属されても、山岳救助に耐えうる機体のみ利用している。救助要請を受ける通信指令センター、地上から救助に入る。 山岳警備隊同様、航空隊も地域部またはそれに相当する部署に属する。ご在所だけで滑落した山岳遭難者を救出する三重県の消防防災ヘリコプター消防の山岳救助隊は特別救助隊が兼任していることが多い。普段は通常のレスキュー業務を行う傍ら地元山岳会の講習に出かけて山の特性を把握し、 山火事の防止活動や、台の中で救助トレーニングを重ね、山岳遭難の一方に備えている。活動する際は、消防防災ヘリコプターの支援を受けて活動する。東京消防庁の山岳救助隊は、東京都西部の山岳地帯を抱える、八王子消防署、大梅消防署、秋川消防署、奥多摩消防署の4消防署に置かれ、山岳救助者や、 各山岳装備を保有している。普段は火災の消火活動や通常の災害救助活動を行っており、山岳救助が発生すると山岳救助者で出動する。北九州市消防局や埼玉西部消防局、相模原市消防局、札幌市消防局なども同様の体制をとっている。静岡市消防局。 姫路市消防局、麻生広域消防本部、秦野市消防本部などでも特別救助隊等として、火災や救助事案に出場するが、山岳救助事案発生時は、山岳救助の専任隊として活動している。東京消防庁の山岳救助隊は、スイフトウォーターレスキューにも対応している。これは、レジャー客が中州に取り残された黒倉川水難事故を、 転機として、急流救助に対応できる知識、技術を持ち、専門の資機材を装備している。消防防災ヘリコプターは、山火事の空中消火や、河川などの水難救助や山岳事故等の救助活動を、救急搬送に対応している。地上部隊の要請により政令指定都市の消防局に設置されている。消防航空隊または、都道府県に設置されている。 防災航空隊に出場がかかる。総務省消防庁が設置した検討会。消防防災ヘリコプターを用いた山岳救助においてヘリコプターの墜落事故が相次いで発生したことを踏まえ、消防防災ヘリコプターによる山岳救助の安全性をいかに確保するかが課題となっている。そこでヘリコプターの性能、特性や 山岳救助固有の難しさなどを踏まえつつ、消防防災ヘリコプターによる山岳救助の安全性確保に資するため、適切な山岳救助のあり方について検討するための検討会を開催するとしている。行方不明者の捜索の様子航空自衛隊の航空救難団は主に戦闘機等が墜落した場合、パイロットを捜索、救助する救難隊が、 全国に設置されている。所属する、救難員は、あらゆる天候、状況であっても対応できるように常日頃から訓練されており、消防、警察などの救助困難な状況での出動要請による実績が1958年より、ある。航空自衛隊航空救難団救難隊や、海上自衛隊航空分献隊は、全天候型の救難。 救助の専用ヘリコプターを所有している。陸上自衛隊の冬季遭難救援隊は、青森駐屯地第五普通科連隊で主に、八甲田山の遭難救助にあたる。上フラの駐屯地では2007年に起きた上、滅かめとく山なだれ事故がきっかけに2008年から結成されるようになった。駐屯地から選抜された隊員150から180名程度が、 警察等と連携して、陶器の山岳救難に対応する。他、都道府県知事の災害派遣要請に対し、普通化が、捜索活動を行うこともある。東方航空は、山小屋等への物資搬送とともに遭難者の救助活動を行っていたが、2002年2月の下原、秋彦氏の転落事故後山岳レスキュー業務より、撤退した。山小屋や山岳会が、 地元限定の救助部隊を編成していることもあり、警察や消防と合同で救助活動を行っている。比較的低い山に関しては、地元の地理に詳しい消防団員が動員されることもある。また熊の出現が予想される山では、猟友会に応援要請がかかることもある。公的機関による山岳救助は、 通常予算の範囲内の活動として、救助された者に対して費用は請求されないと、されている。しかしながら、山間地でもつながる携帯電話の普及、山間地にアクセスする交通手段の発達、中高年の登山ブームや、無計画、軽装備な登山者の増加によって、本来なら自分で処置ができる、軽い怪我や、体力を管理せず疲れたから、 ヘリコプターで救助してもらおうと、安易な気持ちで110番119番をし、救助隊を呼ぶ者や、地理の勉強をせずに、登山道を確認せずに無鉄砲に歩き道を迷い、救助隊が大量動員されるなど、山岳登山の常識やマナーがない者の存在が報道されるにつれ、救助された者に対して請求するべきという意見と、救急車と、 同じく行政活動の一環であるという意見がある。セルマットの航空会社であるエアーツェルマットの救助ヘリコプター救助活動は基本的に警察、消防、軍が行っているが、アルプス山脈などの山岳地帯では、公の救助機関やスイス軍、自治体、登山協会などと連携しながら、民間の航空会社が救助活動を行っている。 運営は寄付と参助会員費によって賄われ、国民のさんが会員として加盟しており、会員は救助費用が無料。外国人など非会員は有料となり主に各種保険などから支払われている。ありがとうございます。